はい、どうもタンタンです。今日はヘッドウェイですね。こちらの限定品の今年の限定モデルですね。ウクレレの方をご紹介したいと思います。こちらはね、まあ、見てる通り桜ですね。ヘッドウェイ毎年このシリーズいろいろ作っておりますが、今年もやはり桜作ってまして、 HUS の桜2018年モデルという形で、この辺ですね、ピックガードであるとか指板、あとヘッドですね、この辺りに桜の花びらをこうモチーフにしたインレイが入っていると。色合いもこうちょっとピンクの色合いになって、この辺りも非常に綺麗な仕上がりとなってますね。で、今回の今年のモデルはペグがこちら、後藤のステルスキーという、まあ、かなり軽いペグですね。大きさもサイズも非常に小さくて軽いタイプ、こちらのペグを今回は採用しております。ボディも全体に桜材を使用してます。こういった感じですね、はい。で、今回これとコアのモデルと出してるんですけども、桜のモデルの方がね、ちょっとこう角が丸いというか、もうちょっとキレがあるというか、そんな感じの音で、決して柔らかい感じっていう音ではないんですけれども、こうエッジがね、こうあんまり尖った感じではない硬さっていうのかな、そういったイメージになるかなと思いますね。メイプルなんかもある程度近い印象かなと思うんですけれども、そういった感じの音のイメージかなと思います。非常に綺麗な音のする楽器ですね。限定で今回もね、こちら各材料形と合わせて、それぞれが20本限定という形になってますので、こちらの方もね、まあ、毎年、早々に完売してしまうこちらの限定モデルなんですけれども、今回も20本限定ということで、気になった方はぜひお早めにお問い合わせいただければと思いますね。で、今だったらサイズ違いだったり材料違いで比べることも今まだできますので、ぜひご来店いただいて引き比べていただければと思います。ということで、まあ、こちらですね、ヘッドウェイの限定ウクレレ、今年の限定ですね、 HUS の桜2018年モデルですね。桜材を使った、そして桜のインレイが随所に縮められたこちらのモデルですね。はい、こちらの方店頭にございます。ぜひお早めにお問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。